桜ヶ丘国際日本語学校第1号の卒業生となる郷拓啓さんの卒業と進学を祝い、卒業式を開催いたします。いやー、本当に頑張りましたね。ありがとうございます、大変な中をここまで、たどり着いた。やればできる、必ずできる、そして最後まで絶対諦めないというのが、この、伊藤塾、そして桜ヶ丘日本語学校の基本的な考え方なんです。それをまさに王様は実践されて、こうして卒業もされました。本当におめでとうございます。まあ、日本語をこうして学ぶということは、その先の王様の、大きな夢に向かって、とても大きな、これは力になります。これからこのここで学んだ日本語を使って、ぜひ王さんご自身の夢、自分の夢をしっかりと実現していく。でそこで最後までまた絶対諦めない、ここで頑張ってこうして卒業できたわけですから、次も必ずうまくできるはずです。自信を持ってこれからも頑張っていってください。これからも私たち応援しています。本当に今日はおめでとうございます。卒業証書授与をお願いいたします。卒業証書、本校において日本語学校課程の進学2年コースを修了したことを証する。2022年3月15日桜ヶ丘国際日本語学校理事長西はじめ。おめでとうございました。時間が早くかかりました、最初日本語学校へ来た時、こんにちはとありがとうございますだけ話せます。最初の授業は、私は日本語は全然わかりませんでした。しかし先生はとても親切と思います。授業の説明とか、文法の説明とか単語の説明、全部とても詳しいと思います。私は6月からだんだん話せます。私はずっと頑張りませんでした。あと N2 の合格はとてもとても危ないと思います。これは私はずっと考えます。多分あと専門学校入りますとか、大学校入りますとか、長橋先生と小宮先生のような先生を多分見ますね。先生は私に対して、学生ではあります。子供だし、そして私はとても感動しています。この先生は、生活方面についてもとても親切だと思います。私は最初は授業がない時に、生活の方面はいろいろな問題がありました。二人先生は全部よく手伝いしました。私は感謝しました。すみません。時々
いろいろなことは自分のことです。しかし先生いつも手伝いします。いつも教えてもします。私はなんか成長していました。今ありがとうございました。ここまで終わりました。ありがとうございます。まほうさん卒業おめでとうございます。今ちょっと座って伊藤館長、それから西理事長、そして王ちゃんの話を聞きながら、ちょうど1年前国田先生と成田空港に王ちゃんを迎えに行った時のことをと思い出していました。で、久前と私が成田空港に着いた時に、成田空港誰も人がいなくて、で、変だな、でも到着ロビーは誰かいるかなと思って到着ロビーに行ったんですけど、誰も歩いてる人は防護服を着た白い目を着て人が歩いてるだけで、あ、コロナなんだなっていうのがその時実感しました。で、そういうコロナで外国からねこう入ってくるのが難しい状況の中で、おーちゃんが来てくれて、私たち本当に嬉しかったです。で、授業ではね、まあ授業っていうか時々なんか授業をしているのか、おーちゃんとお話ししているのかわからないくらいね、途中からおーさんはいろいろな話、ね、しました、ね、勉強以外にも授業の中ですけどね。でも本当にそれが私は楽しくて、おーちゃんと出会えて本当に良かったなと思っています。で、おーさんは、今日でね桜の丘国際日本学校を卒業しますけど、まだおーちゃんのね目的はまだ終わっていませんよね、で、ね、先ほども言いましたけど1年本当に早いですよね。で、ですからまあねえ、まあ何もしなくても一日は終わってしまうし、頑張っても一日は終わってしまうし、本当に短いです。ですから、おーちゃんの、本当の目的を達成するために、時間を上手に使って、くださいね、はい。そして来年の今頃、いいニュースを持って、はいね遊びに来てください。はいね、で最後に本当におーちゃんにね、私は出会えて本当に楽しかったです。本当にありがとうございました。新型コロナウイルスに負けないで最後まで頑張った卒業生の王さんに心からお祝い申し上げます。王さんに今一度盛大なる拍手をお願いいたします。